皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は前回質問でアリスちゃんの肌のケアってどんなことしてるんですかっていう質問があったので、今日はその質問にお答えしたいと思います。私ね、すごい乾燥肌なんですよ。で、こことか見てもらうとわかると思うんですけど、すぐチークとか塗ってなくても天然のナチュラルチークが出来上がってしまうぐらい敏感肌なんです。普段化粧水とかを選ぶにももうめっちゃ迷うし、めっちゃ何がいいのかもわからないし、だから洗顔とかにもすごい苦労をするんですけれども、今回みんなに紹介しようかなと思ったのがこちらです。はい、うるはだうるりっていう石鹸があるんですけれども、これはねこうやってやってもわかるでしょ、この透明感のあるソープになります。敏感肌の人用に作られた石鹸で、すごく肌にも良くてね、使いやすい石鹸になってます。では早速ちょっと使ってみたいと思います。温かいお湯で濡らしておいた泡立てネットを使って、こんな感じで、まあこうだね、泡立てていきます。はい、こんな感じに泡が立ちました。すっごい弾力のある泡、わかるかなこの感じ、ほらこうやって握るとむにゅんってすっごい泡立ちがとってもいいです。はい、ということで、この弾力のある泡わかりますかね、すごくないこれ、ほらこのもっちもちの泡を使って洗顔をしていきます。わかる、このほらすっごい気持ちいいんですよ、この泡がね、もちもちしてて、気持ちいい。ちなみに匂いとかは特にないです。で、この小鼻の部分とか、こうやって細かく洗顔して、でも本当にこの弾力のある泡がね、もったいないから全部使い切りたいんですよ本当に。で、私いつも使うときはこの下もね、こことか首とかにも使ってるんですけど、デコルテまで使ってるんですけど、ちょっと今日は脱げないので、はい、脱げないので、とりあえずここなんかジェイソンみたいな顔してごめんなさい、なんか脱げないからさ、とりあえず顔だけやらせてもらいます。いくら使っても見て、このまだ弾力がある泡すごくないですか、すっごいもちもちするんです、ほら。はい、ということで洗い終わりました。どうですかね、すごいもちもちしてるのがわかるかなと思うんですけど、このうるはだうるりのいいところは、天然のオーガニックのね、アルガンオイルが入ってることなんです。で、アルガンオイルっていうのをみんな聞いたことあると思うんですけど、アルガンオイルってね、ビタミン E とかが豊富で、ビタミン E の中にもいろんなこう種類があるんだけれども、保湿成分が 55%、もう半分も満たしている天然の無添加の洗顔石鹸になってます。で、私はね、さっきも言ったんだけど、デコルテまでやってるって言ったんですけど、とりあえずね、もうコスパが最強で、洗顔石鹸なんだけれども、どこにでもこうできてしまう。で、敏感肌用の人に、まあ本当に強い石鹸になっているので、簡単に言うと、強い浸透性があるのに低刺激なんですよ。肌の奥の奥、メカニズムが、構造がね、いっぱいあるんだけれども、その肌の奥の奥にまで浸透してくれるのにもかかわらず、低刺激で、ケアすることができるので、肌が弱い人にも使うことができるうるはだうるりになってます。で、うるはだうるりはね、私ここ数ヶ月使ってるんですけど、すっごいとにかく生クリームみたいな本当に弾力の強さです。さっき見てもらうと分かると思うんですけど、本当にもちもちします。こんな感じ、まあ、分かんないよね、分かんないかな、こんな感じです。はい、今日の質問コーナーはですね、私の使っているうるはだうるりの敏感肌用洗顔石鹸のご紹介とともに、私がしているケアをご紹介いたしました。皆さんよかったら使ってみてください。それでは森崎アリスでした。バイバーイ。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。
ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。最後までご視聴ありがとうございました。ですね、音フェチっていう動画、この間カリカリカリって出したと思うんですけど、小声でやってほしいっていうね、要望がありましたので、私は音フェチ専門のYouTuber ではないんですけれども、せっかくね、この音がね、すごいね、いい音だと気づいてしまったの、私。なので、ネチ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 、ネチ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 ってしてる動画だけのを、ちょっと撮ってみたので、この次回とか次回の次回とかに出したいと思います。音フェチの人、本当にすいません。ただ単にやりたかっただけなので、お許しくださいませです。はい。ということで、バイバイ。盛り上がりだったよ。バイバイ。